流れよう流されようボラティティーを出されゼロがい、ゼロになろうもう一回えい、ー、おじゃ、アモです今回の話題はこれです銀行のレース破綻が懸念される中、ビットコインが年初来高値を更新金は最高値を更新何が起きたのか上昇ブーストモード突入か チャット発祥これはビットコインの冷やしだです。2023年のガタン発生は16,541ドル。1月に7本連続の予選をつけて2万ドルを突破。2月に高値25,250ドルをつけました。その後価格が伸びなくなり、3月に入るとアメリカのシルバーゲット銀行が事業を停止。 アメリカの暗号資産課税強化の提案にビットコインの価格がネガティブに反応して2万ドル割りシリコンバレー銀行が破綻して3月10日に痩せ19,549ドルを付けましたしばらく下降トレンドがつきそうなネガティブ材料が連発しましたが3月11日からビットコインの価格は底がたくなりました底がたくなった理由の一つはステーブルコインの信用不安ですステーブルコインは 1>, 1万1ドルのように価格が安定している暗号資産のことです。法定通貨担保型のステーブルコインは、発行したコインと同じ価値の資産を準備金として保管しておくことで、1万1ドルの価値を裏付けます。USD コインというステーブルコインの準備金の一部がシリコンバレー銀行に保管されて引き出せなくなっていることが明らかになり、もし預金が消失した場合、USD コインが1万1ドルの価値を裏付けることができなくなります。 この信用不安によって、USD コインをはじめ多くのステーブルコインの売り圧が高まり、1枚1ドルではなくなるデペック祭りが発生しました。ステーブルコインの中で一番価総額が高いテザーに変える流れのほかに、ステーブルコイン以外の暗号資産に変える流れも強まったことがビットコインの価格を底堅くした理由の一つと考えられます。そして、3月11日に今度はシグネチャー銀行が破綻するネガティブニュースが出ましたが、 そこからビットコインの急騰が始まりました。シグネチャー銀行は暗号資産関連業者との取引が多い銀行で、預金残高の4分の1近くを暗号資産業者が占めています。ニュースと、シグネチャー銀行の取締役、米規制機関は仮想通貨に反対しているシリコンバレー銀行破綻後に米規制当局が同行閉鎖したが、 シグネチャー銀行は事業を安定させることができると考えていたという。ライアン・セルキス氏は、シグネチャー銀行は健全だった。そして、米規制機関の標的にされたとの見解を示した。このように、シグネチャー銀行は暗号資産関連業者との取引が多い銀行で、その銀行がアメリカの規制機関の標的になり、停止させられたとなると、ビットコンの額は下落してもおかしくはありませんが、 逆に上昇した原因の一つとして考えられるのは、アメリカ政府が預金を全額保護すると発表したからです。これにより、銀行破綻で資金を失った企業がバタバタ倒産していくような最悪の事態が回避され、もしこれから他の銀行が破綻しても全額保護されるので、取り付け騒ぎによる銀行の連鎖破綻も起きづらくなりました。これが市場の警戒感を和らげ、ビットコインの価格を上昇させた原因の一つになったと考えられます。 今回、銀行が破綻した原因は、銀行が保有している国債などの債券に巨額の含み損が発生したからです。アメリカ中央銀行が急激に利上げをした影響で、事業環境が悪化して、預金の解約を申し込む企業が増えてきたため、銀行は仕方なく価格が下がった債券を売却して、巨額の損失を計上しました。これが信用不安も抜き、預金の引き出しが加速して、銀行は資金繰りに行き詰まり、取引騒ぎの経営破綻に追い込まれました。 もし、アメリカ中央銀行が今後も利上げを進めればいい、債務超過に陥る銀行が増えて、再び連鎖ターンが起きる可能性があると言われています。チャートだ。これはシルバーゲットキャピタルの株価チャートです。黒い縦の点線は、アメリカの中央銀行が両敵カーの縮小を決定したタイミングです。両敵カーの縮小決定と同じ付けに最高値を付け、暴落モードに切り替わりました。 最高値から破綻前月の2023年2月までの最大気楽率はマイナス95.4%。次ったこれはシリコンバレー銀行のチャートですス。量的ーの縮小決定と同じ月に最高値をつけ暴落モードに切り替わりました。破綻前月までの最大気楽率はマイナス74.0%。次ったこれはシグネチャー銀行のチャートです 両敵間の縮小決定の2ヶ月後に最高値をつけ、暴落モードに切り替わりました。破綻前月までの最大下落率はマイナス71.5%。このように、破綻した銀行のチャートは両敵間の縮小決定の後、まもなく最高値をつけて暴落モードに変わり、破綻前月までに最大、マイナス71%から95%まで下げています。次に、 レッドマージンフラッグ上がかった銀行の株価チャートをいくつか見てみます。株価チャートには企業の IR 情報に対する投資家の評価が含まれているので、他の銀行のチャートの動きと比べることで財務状況に問題があると判断されている銀行はどれなのかをある程度推測できます。チャートこれはカスタマーズ・バンコープのチャートです。最高値から2023年2月までの最大下落率はマイナス66.9%。66. 次と、これはファーストリパブリック銀行のチャートです。最高値から2023年2月までの最大気楽率はマイナス52.0%。次と、これはファーストファウンデーションのチャートです。最高値から2023年2月までの最大気楽率はマイナス55.2%。次と、これはアライファイナンシャルのチャートです。 最高値から2023年2月までの最大下落率はマイナス60.5%。このに破綻した銀行ほどではありませんが、両的間は縮小開始から急落していて危なそうな空気がチャートから漂ってくる銀行がたくさんあります。以上から金利の上昇が今後も続くと連鎖破綻が起きる可能性があるので、アメリカの中央銀行は利上げをしづらくなったと考えられます。 今まで利上げを進めたこって通貨の流通速度が低下し、リスク資産から投資マネーを退避する流れが強まってビットコインの価格にネガティブに働いていましたが、利上げができなくなるとビットコインのネガティブ材料が軽減されることになります。チャート !3 月14日27時半にアメリカの2月のインフレ率が発表されました。インフレ率は物価が1年間で全体的に何上昇したのかを表した数値です。 直近高値は2022年6月につけた9.0%。9%は41年ぶりです。そっから低下付き2023年1月は6.4%だったのが、2月はさらに下がって6.0%だったと発表されました。チェンジインフル率の発表直後にビットコインの価格が急騰し、年初来高値を突破して26,386ドルをつけました。 チェンジこれは金の価格チャートです。3月14日に円建ての金価格が最高値を更新しました !2000 年の価格から8.8倍です。世界経済や金融市場にとって今後の理想的な展開は、アメリカの中央銀行が利上げをストップした状況で、インフレ率がこのままピークアウトして2%前後まで低下することです。 一方、利上げしづらい状況下で再びインフレ率が高まり始めたら、信用リスクの混乱が起きる可能性があります。株価が暴落したらビットコンも一緒に暴落することになりますが、信用リスクゼロの投資商品であるビットコンが評価されたとき、上昇ブーストモード突入以上、銀行の連鎖破綻が懸念される中、ビットコンが燃焼られた金を更新金は最高た金を更新 何が起きたのか、上昇ブーストモード突入か、でした。この動画面白かったらグッドボタンします。暗号資産で爆撃するためにチャンネル登録をなします。ツイッターでは暗号資産の速報しているので利用してください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。流れよ、流されよ、ボラティティー裏され、ゼロがいいゼロになろう、もう一回 Hey!